白川郷の合掌造りの集落では午前8時のサイレンを合図に、およそ60基の放水銃から水の柱が一斉に吹き上がりました。放水訓練は火を使う機会が増える冬を前に、放水銃の点検も兼ねて年に一度行われています。集落では今年2月に温泉旅館が燃える火災があったため、今年は一斉放水の後に地区ごとに分けた訓練も行われ、延焼を防ぐための手順なども確認しました。